一个，请问是鬼脸还是装可爱？你都觉得呢？那可以装鬼脸吗？装可爱。考一考我那个。哇！因为他的眼神就是不小心，人家看了就会觉得他在放电。怎么避免这个状况？大家看他的眼睛不会陷入爱情，而是觉得他很可怕的。普通に目線合わせたら恋するんじゃないですかって言って。大丈夫ですか？恋してませんか？就是我在故作就是镇定，因为我冷静を保ってます。可以，好。然后他可以先帮我们先测试一下声音。哎，这个麦克的テストお願いします。完全娱乐，Showbiz をご覧の皆さん、大家好，我是Greedy Hoi。ようこそいらっしゃいました。谢谢。二宮明弁護士、この男サイコパス。目的達成のためなら人をも殺す。しかし、なんだお前は。絶対に殺してやる。西装笔挺的律师其实是个冷血杀人的精神病患。日本男神龟梨和也在电影《怪物樵夫》中对决戴着面具的怪物杀人魔，场面超惊险。最印象深刻就是他在停车场被怪物追杀的场面，真的非常的惊险。そうですね。あのシーンはすごくあのハードな撮影になりました。アクションもそうだったんですけど、あの上からスプリンクラーで水に濡れながら、あのまた斧が当たったり、お金を食べたり。あの非常にあのヘビーなシーンだったんですけど、あのシーンを撮ってなんか一つ、この作品の何でしょうか、スケールといいますか、あの目指すスタッフさん一同、監督はじめ我々キャストもこう目指す高いものを目指していくんだ、この作品における中でいい作品を作るんだという、あの熱量が非常に感じられたので、はい、印象に残ったシーンになっています。あの怪物さんが視界が悪くて動いているとちょっとお面がこうずれちゃって見えなくなってしまったりするケースがあって、そうすると対人間同士でやってるアクションだとなんとなくこう動きとかお互いの位置が分かるんですけど、途中から怪物さんがどっから手が出てくるか分かんないので、その辺はリアルに反応でアクションしていました。最後把那个钱吃下去的时候真的是吓了一大跳。あの台本に書かれていてこれどうするのかなと思っていたんですけど、あの実際にあの撮影の時に行くっていうことだったので、はい、がむしゃらに行きました。思ったよりお金は硬かったです。愛する人に殺されるなんてロマンチックじゃないか。挑战刺激的动作戏之外，龟梨和也文质彬彬的外表下，却是癫狂的病态内在，要不停在两种情绪中来回转换，眼神上也展现出细腻演技。もうこの辺は本当にその一つ一つの目の動きに意味を持たせて、あの表情、顔の筋肉の使い方であったりとか、この辺は今回の役はより一層、意識しながらお芝居しました。因为他的眼神就是不小心，人家看了就会觉得他在放电。刚才像记者会上面的主持人，太难了吧？而且我还要紧盯着他嘴巴，还是我倒霉。可要怎么避免这状况？大家看他的眼睛不会陷入爱情，而是觉得他很可怕这样。普通に目線合わせたら恋するんじゃないですかって言って。まあそんなあのそこまでモテてる実感はないんですけれど。なるべくお話するときは目を見てお話したいなと思って。大丈夫ですか？恋してませんか？就是我在故作就是镇定这样，因为我冷静を保ってます。好像没办法正常发挥。ちょっと冷静を保てなくなりそうです。电影当中有一幕，他对着镜子把那个绷带拿下来。他有没有在现实生活中曾经有可能对着镜子，然后看到自己会忽然浮现出啊，我真的蛮帅的这种感觉？イケてるな。あ、そうですね。でもあの仕事が忙しくなったりとかして、ちょっとこう僕自身がとこう弱くなってるな、負けそうだなっていう時は鏡を見て鏡の自分と会話したりします。もっとできるだろうとか、よし。なんかそのポジティブな言葉をあのどうしても自分見えてない状態でいると。あの心との会話ってすごく狭くなっていく感覚があるので、そういった時に客観的にあの対峙して、あの頑張れよってこう言葉をかけてあげる、これは心じゃなくて言葉にして自分に言ってあげたりは、あのよっぽど疲れてる時はしますね。
这次在角色的那个心理层面上觉得最大的挑战是什么？リアクション反応ということを、まあ、速やかにしないという、何か物音が鳴った時もやっぱ人間でどうしてもこうやって反応とかしちゃったりとかするんですけど、この辺を把握はしているんだけれど、自分の中で間を置くという、そういう作業というのはすごく意識しながら演じましたね。でこう人に対してやはりこうあれだけの行動を取るのは僕自身としては考えられないことなんですけど、それを無の状態でやっていくということに関しては、自分の感情はちゃんと捨ててやんなければいけないなというふうな思いで役作りをしていました。他其实一直给大家就是充满正能量，然后有活力。如果他私底下有负能量的时候，他要怎么去排解呢？美味しいご飯を食べたり、少し体を動かしてみたり、寝れる時にはしっかり寝るですかね。野球はプライベートでなかなかちょっとできる機会がないので、バッティングセンターとかはねたまに行ったりしますけれど、やはりこう野球やるとなると18人必要なので、まだ18人も友達がいないので。すぐに集められるお友達18人もいないので、ゴルフが多いですね。スコアですか？スコア言いますか？そんな言えるほどじゃない。ベストスコア85です。すごい。そうですか。でもまだまだベストなので、アベレージはまだ90代なので、ちょっとこの半年ぐらい本格的にできてないので、もう一回やりたいな、ちゃんとと思ってます。まあ、本当この1年というのはすごくずっと撮影が続いていたので、なかなかその空き時間という、まあ、お休みというのはなかったんですけれど、でも移動の時間であったりそういうことはもうリモートミーティングしたりとかしてるんですけど、ふとした時になんか空を見上げたりとか、その自然を感じるようにはしています。昨日も夜空を見上げてたらお月様がすごい細い月様で神秘的で綺麗でした。睡前一定要做的事情是什么？最近ストレッチをしています。就是睡前要稍微运动。对，拉筋，对，拉筋。最近在沉迷什么事情？ハマっていること。推しの子を見る。下一个，请问是摸头杀还是背后拥抱？される。バックハグ。为什么呢？その理由は。下一个，请问是鬼脸还是装可爱？どちらでも。どちらでも。两个都可以。两个都可以，所以他两个都可以做吗？どっちもいけそうですか。はい。那可以装鬼脸吗？変顔お願いします。装可爱，可愛い顔。38歳ですけど大丈夫でしょうか？38岁了，你决定这样 OK 吗？够可爱吗？我觉得是可以的，可爱。下一个，请说出一个他不为人知的小秘密。秘密、それは秘密なので言えません。那请问拍戏的时候最怕遇到什么状况？セリフを覚えれない、セリフを忘れてしまう。パンってこう飛んでしまう時はたまにあるんで、その時はもう怖いですね。觉得自己最有魅力的瞬间是什么时候？まあ、でもコンサートであったりこうお客様の前に立たせてもらっている時は、自分もマインドをガーンとこう変えて、でなおかつこうキャーとかって皆さんに言ってもらえることで何かこう湧き出るものがあるので、それってなんか僕のようで僕じゃない自分でもあったりするので、その時は皆さんに作ってもらってるなというような感じはいたします。那希望他有机会可以来台湾开演唱会。お願いします。那上一次哭是什么时候？为什么？泣いた。お芝居で泣きました。最近すごい泣くお芝居が多くて、すごい泣いてます。如果去日本旅游，推荐粉丝一定要吃的三种食物是什么？三つ。ラーメン。寿司。僕の手料理。这个要去哪边吃？ハードル高くないですか？YouTube の撮影たまにしてるので、ぜひ見つけてください。等一下会一次出现四个，他就从左到右一个一个做就可以。一回四つ出します。左から順番でパッパッパッてやっていただけたら嬉しいです。好，那第一组。
ます。第三组。好厉害！好，还有最后一组，最后一组来了。今回はですね、また台湾に戻ってくることができて本当に、嬉しく思っております。また、皆さんのですね温かい声援があれば、僕もこの台湾に戻ってくることができると思いますので、ぜひぜひ、これからも素敵な関係を、一緒に作っていけたら嬉しいです。まずは4月19日から公開されます映画怪物の木こり、ぜひ劇場でご覧ください。お願いします。ありがとうございました。